引っかかるその裏側にこだわる「報道するラジオ」こんばんは水野あき子です。 えー、3連休の最後の夜やなという気分で迎えていらっしゃる方も多いかと思いますけれども、えー、大気の不安定な状態によってあなたのいらっしゃった場所いかがでしたかお天気暑さ雨など、えー、どんな時間を過ごしになったでしょうかさて今日はですね月曜日なんですがナイター中継をお送りしましたために特別編成で今日の報道するラジオはこの時間から短縮で 30分。 1間放送をさせていただきますまた来週月曜日からはいつものように夜8時から1時間ということで放送いたしますでは報道するラジオ今日のニュースからまずお伝えしてまいりましょう上田さんですこんばんはこんばんはお願いしますはいお伝えしますまず九州北部の豪雨で被災地の下流に位置する有明海で見つかった2人の遺体の身元がいずれも福岡県朝倉市に住む70歳と59歳の女性と分かり福岡県は今日豪雨に による犠牲者と認定しました、はい、これで豪雨による死者は大分県と合わせて34人となりました、はい、有明海ではこれまで5人の遺体が見つかり全員が豪雨の犠牲者と判明しましたこのほか今月12日に朝倉市で見つかった遺体の身元が70歳の男性と判明しました 今回の豪雨では依然として7人と連絡が取れておらず、自衛隊員や消防隊員ら合わせておよそ2700人の体制で捜索を続けています。一方、福岡県の朝倉市と東方村は、今日激しい雨が降って災害が発生する恐れがあるとして、一部の地域に避難指示を出しましたが、その後解除しました。 被災地は今日も気温が上がり、大分県日田市で三十六点二度、福岡県朝倉市では三十四点八度を観測しました。厳しい暑さの中、三連休の最終日の今日も各地から駆けつけたボランティアが住宅の片付けなど支援に当たりました。はい、次にアメリカのトランプ大統領の支持率なんですけれども、<え>最新の世論調査で三十六パーセントと。 就任半年後の数字としては過去70年の大統領の中で最も低い結果となりました。はい ワシントントポストと ABC テレビが16日に発表した世論調査の結果によりますとトランプ大統領の支持率は前回4月の調査と比べて6ポイント下がって36%支持しないと答えた人は5ポイント増えて58%となりましたトランプ氏の外交交渉能力を信用しないとした人は66%に上っています。 またワシントン・ポストはロシアが去年の大統領選に介入したとされる疑惑も支持率低迷の原因と分析しています一方、日本でも報道各社の世論調査で安倍内閣の支持率が低下していますが共同通信がこの土日に行った世論調査で支持率は35.8%と第二次安倍政権発足以来最も低くなりました。えー 確かトランプさんが36%の支持率でしたから、はい、同じようなな数字になりますか、はい、それがやや低いということになるわけですけれども、はい、支持率35.8%ということでこれは先月の調査に比べると9ポイント余り減っていまして、はい、支持しないと答えた人は先月より10ポイント増えまして 1> 1といいううふうになっています支持率は大きく下がっていると言えるんでしょうがそのの理由はは何なんでしょうね、はいあの今回の共同通信の世論調査では内閣を支持しない理由として安倍総理が信頼できないというふうに総理への不信感を上げた人が最も多くて。 51.6%に達しました、はあ、半分以上の人は総理への不信感を上げたそうなんです、はい、で総理が学校法人加計学園の問題で真摯に説明責任を果たすというふうに述べた一方で、えー、国会閉,に、えー、閉会後に自ら語っていないと いうことが影響しているのは間違いないと言えますね、うん、はい、加計学園の問題をめぐっては安倍総理が出席する衆議院予算委員会の閉会中審査が来週にも開かれる方向ですが野党は政権への対決姿勢を強める構えですはい。次です。え、韓国は今日北朝鮮に対して軍事会談と赤十字会談の二つの対話を提案しました 韓国国防省は北朝鮮に対して軍事境界線付近での敵対行為の停止を話し合う南北軍事会談を今週21日に開催したいと提案しました、はい、双方が行っている宣伝放送などの中止を協議したい考えですまた韓国の赤十字社は8月1日におととしから中断したままの南北離散家族の再会を話し合う赤十字会談を提案しました 今回の提案は北朝鮮との対話を主張する韓国のムンジェイン大統領の方針に沿ったものです、はい、朝鮮半島外交筋によりますと北朝鮮は会談に応じる方向で日程などについて最終調整中だということです昨日神戸市で高齢の夫婦ら5人が刃物などで襲われて死傷した事件で警察は夫婦の孫の26歳の男をお祖父に対する殺人容疑で再逮捕しました 殺人の疑いで再逮捕されたのは神戸市北区の無職竹島かな容疑者26歳です警察によりますと竹島容疑者は昨日午前6時過ぎ同居する祖父の南部達夫さん83歳の胸や首を包丁で刺したり金属バットで殴ったりして殺害した疑いが持たれています竹島容疑者は事件直後銃刀法違反の疑いで逮捕されていました この事件では達夫さんの妻で竹島,の、えー、竹島容疑者の祖母の南部美雪さん83歳と2県隣に住む辻八重子さん79歳も刃物で刺されて殺害されました。また竹島容疑者の母親の智子さん52歳と近くに住む前北美沙さん65歳も重傷を負っています。取り調べに対し竹島容疑者は黙秘しているということです。 一方竹島容疑者の母親は家族間に目立ったトラブルはなかったと警察に説明しているということです、はい、次ですが原則60歳となっている国と地方の公務員の定年を政府が引き上げる方向で検討に入りました、はい、複数の政府関係者によりますと数年かけて段階的に65歳まで引き上げる案を軸に調整するということです 国と地方の公務員の定年は現在原則として六十歳で引き上げには国家公務員法の改正が地方公務員の場合はそれぞれの自治体で定年を記した条例の改正が必要です公務員の定年の引き上げは働き方改革の一環で六十歳を過ぎても活躍を促す狙いがあって内閣官房を中心に総務省などの担当者らで作る検討会がすでに議論を始めています 早ければ来年の通常国会への法案提出を目指しますが人件費の抑制策や職場の高齢化を防ぐため新人の確保も含めた定員面での工夫など課題は多く曲折も予想されていますそして労働基準法改正案の修正案が JNN の取材で明らかになりました。はい 労働基準法の改正案は労働時間に関係なく成果で報酬を決める高度プロフェッショナル制度の導入が柱ですがこの制度の対象者は残業代の支払いなどの労働時間規制から外されるため長時間労働を助長しかねないというふうに懸念する声があります。はい、改正案は一昨年国会に提出されたものの 野党から残業代ゼロ法案と批判されて審議入りできていません<っ> JNN が入手した修正案によりますと残業代の支払いなどの労働時間の規制から外す高度プロフェッショナル制度の対象は年収1075万円以上の一部の専門職です一方で長時間労働の抑制策として 年間百四日以上かつ四週間で四日以上の休日の確保を義務付けることなどが盛り込まれています連合は高度プロフェッショナル制度について残業代ゼロだというふうに反対をしてきたんですが、えー、これらの修正を要請しまして事実上容認に転じました、はい、政府はこの高度プロフェッショナル制度の導入を柱とする労働基準法の改正案を 同一労働、同一賃金を実現する法案などとともに働き方改革関連法案として秋の臨時国会に提出して一括審議したいという考えです、はい、この話あの、ちょっと深掘りしていきたいと今日は思っております。はい、上田孝之アナウンサーでした 報道すするラジオ、えー、今夜ははいつもとは違う時間帯におお送りりしております、えー、先ほどニュースでお伝えいたしました政府が成立させたいとしている労働基準法改正案、まああのー、これはですね連合いわゆるその労働者の代表としての存在連合はですねこれまでこの法案は残業代ゼロ法案だと してまた過労死にもつながりかねないとして反対をしてきたわけですが一点条件付きで認めたというニュースをお伝えいたしましたでこれも政府が進める働き方改革の一環とされている、まあ、その中で出てきている話なんですが今日はですね、えー、ここで「働き方」をテーマに落語を作っている方がいらっしゃるということで、えー、その方に お話を伺おうと思っております電話で伺います 落語作家でお笑い集団小工房つまり笑いの工房笑いを作り出す笑いの工房と書きます小工房の代表小林康二さんでございます小林さんこんばんはこんばんはどうぞよろしくお願いいたしますあ、の働き方をテーマに落語を作っていらっしゃるということなんですが、はい、あの落語作家になる前は長い間 組合の活動をしてらっしゃったんだそうです,よ、ねそうですね。はい。三十一年間。労働組合の先住職にありました。はい、ええー、まあ、そうしていろんな労働運動に関わっていらっしゃって。その後、落語作家になられて、現在は労働問題を落語に。 まあ作って全国各地で披露をしてらっしゃるということなんですが具体的にはどんな問題今まで扱ってこられました例えば未組織の労働者が労働組合を作って立ち上がって自分たちの権利を守る落語でとかですね<ー>これはマサヤのリストラと言いますがマサヤのリストラあ<れ>私もあの見せていただいたことがありますあ,、はい、あ<ー>そうですかありがとうございます、はい、それから労働者の健康をお問題を取り上げて ですね、転ばぬ先の検診とか <laughs> あるいはあ今作ってるのは過労死を防止するために役立つ落語いうことでね <laughs>、えー、あの大変評判を呼んでますのは「<laughs> はい、あ閻魔の願い」という,う27歳のシステムエンジニアが過労自殺してねそれを。 今の町にあります上張りの鏡という鏡で、親の悲しみ、えー、亡くなった青年の後悔ね、うえー、そういうものの中に、労働基準法の解説を少し入れてね<ー>、うんこの、この法律をきっちり守ることが過労死の防止につながりますよという落語。これは今厚生労働省主催の 全国で開かれている過労死防止シンポジウムで各地でで使われておりますすそうですかあの、はい、今ね電通の若い女性の新人社員の方の過労自殺の問題、はい、高,橋高橋さんの,、ね、あのケースもありましたからいかに過労死から、まあ、防ぐのかっていうのは大きな大きなテーマでそのためには小林さんはじゃあ労働基準法をちゃんとみんなが知ることが大切やっていうことですか あのね、うん、労働基準法を知ることが大切なだけではだめでね、えー、例えば労働組合のあるところはね、うん、労働者の健康、安全について少しでも、ね、真剣に取り組めばね、労働組合にはね、憲法に基づく労働三権と労働組合法という法律がありまして、うんえー、そこで団体交渉、使用者は拒否できないし。 合意したことはサブロク、えー、労働協約に締結しなければならないという法律があって、それを守らせることは労働組合の最低の義務でね、ねあのー、少しでもね、労働者の,命,の命を守ろうとする気持ちがあれば、組合があるところでは過労死は防げるんですよ、私が怒っておるのはね。 電通では高橋祭さん以前に2人の過労死が出てるんですよ、それまでの過労死、労働基準監督署の是正勧告、あるいはサブロッ協定に違反した労働時間の実態というものをね、少しでも真剣に考えたらね、うん、高橋祭りさんの自殺は止められたんです、は<ー>私はそのことに強い憤りを感じてね。ええ 新しい落語「ケンちゃんの夢」というね過労死を生み出す背景にある企業の責任と労働組合の無責任さを描いたあの落語を作ってお,お,おとつい初演を。 京都でやってきたところです。そうなんですか。はい、小林さん、あのその労働組合がきちんとちゃんと声を上げたら過労死は防げるっておっしゃいましたが、あの。 今回はですね、はい、労働者の代表の組織である連合がですね,ですね今まで言ってたのと全然違う方向に考え方を変えたんじゃないかと言われています、はいはい、これはあの高度プロフェッショナル制度と言われるもので、はいまあ、一部の労働者の方ですけれども労働時間の規制がもうなくなるということですよね。 最大の改悪です。改悪ですか？悪です。これはね<ー>労働法に組合が重大な汚点を残すんですよ。はい、今まで戦後ね、うんえー、古くは1日8時間、週4。8時間。今はね、えー、週40時間になってますけど。えー 労働,法はどあの労働時時間間はどんんな労労働働にも規制されてきたんです、はい、労働者を守るために<う>労働時間は規制されてその労働時間を超えたら必ず残業代を払わなきゃいけないという意味でも企業は責務を負ってたわけですね。ところが今回この高度プロフェッショナル制度というものがもし認められたならば、はいまあ、今は一部の労働者ですけども。 まあ、言うたら使う方から見たら24時間働かせてもいいし残業代も出さなくていいってことになりこれね、はあ、皆さん気付いてないけどね<お>1075万,10万円以上の年収のあるディーラーやアナリストなど高い専門性を持っている人だけが今は対象なのでいや私関係ないわって皆さん思ってらっしゃると思います。 あの企業の方はそこまで賃金上げるんですよある程度の高い賃金の人<ー>そしたら残業代一切それ以上払わんでえい,いんですよあ今1000万もしちょっとないような人でも<う>1075万円に上げたら逆に使いたいにな,なりますか年間収入は減るんですよそれでああ、働く方の人はね、うん、残業代ないんだからそう900万今ある人残業したら1200万300万になるんですよ 1>,、はい、1時間あたりの あの時間単位がいいからね<ー>それに割増賃金を加算すればそういう人も片っ端からね1,070万人乗せていくんですよ1,075万以上に乗せていった場合そうしたら、ね、残業代を踏み,た踏み倒せるんですよは<ー>これは企業は大賛成ですよ<ー>でそのうちにね<ー>労働組合の力が弱くなれば1,075万を ずっと下げていくんですよ基準を年収の基準を下げていく。<laughs> だけど言うても1,075万ですから今は私はまだまだそんなん関係ないって皆さん思われるんじゃないですかそうですねやっぱりねあのだからそういう危険性があるから労働団体連合も含めてみんんな反対してきたんですよね今まではね、うん、これいわゆるその雇用者っていうんですか、はい、人を雇う側の財界は どんなふうにこの万円を考えてるんですかいやもう全然だから反対の声はないじゃないですか財界の方は、えー、もうすぐ法案にねもうもろてあげて喜んでますよ。喜んでるのは財界。ね、はいうん、これ例えば皆さん働く側にしても1,075万は私には関係ないと私はもっともっと安い給料だからと思うわけですよ。うんうんね、これははどうなんですか、はい これはあの、そういう金額だけの問題ではなしに、うん、労働法の根幹に関わる部分がね、解約されていくということが始まるとね、さまざまなところに私に直接関係ないから、これも私に直接関係ないからいうことでね、はい、虫食いのように労働法、労働基準法というものがね、あの歪められてくると思いますわ。これはまあうん 言うたら悪いけど過労死の防止とは正反対の方向いくの違いますかあ、まあ、現在は年収1,075万円以上という条件で、まあ、残業代ゼロになるわけですけどこの1,075万円っていうのがいつまでもこの1,075万円であるのかどうなのかこの辺り小林さんどれぐらいのことを予想してはりますかそうそうそうこれはは財界の方はもう500万 ね、弱で希望してますからね。え、年収500万弱の人から、うん、ま残業代出さなくてもいいというような状況を作り出したいというのが財界の希望なんですかう、うんあの。財界の人たちはそういうことを公然と言うてますからね。うということは広く多くの人に網がかかってくることを財界が希望しているってことですね。すにねうん、とにかく残業代払いたくないんですわ。うん、はあ。 あああのまだね財界がそう考えるのはねまだね損得でねあの理解は頭で理解することはできるんですけど連合は労働者の代表でしょ、はい、なんで連合がそっちの方、OK、になるんですか僕もあのああ労働公演で全国いろんなところ回ってますけどね、えー、まあこれはもうみんな反対してますよ。各地ののの労働組合の現場の方たちは もう反対してるんですねですこの制度に、うん、私もね、うん、漫談でね、はい、君は組合を知っているかいという労働漫談、31年間やってきたら、組合のこと詳しいんですよ。<う>私はね<う>労働組合法の解説書も出して、1万部から売れてるんです、えー、だから、労働法から詳しいからね、各地に呼ばれて、うん、講演してるんですけど、ね、はい、この話に入ると、あのー 今までこういう裏切りがあると思ってなかったからね、ん<ー>うん、当然ですよ、と小林さん、こんなことはね、あのー、法律の改悪を審議に入るわけにいきませんよ、言うて、連合もそんなやすやすと賛成できませんよって、みんな言うてきたんですよ。はあうん、公演終わって、一緒に懇親会やって、食事するでしょ。えーうん、だかからねいかに 他の意見が無視されてるのか、うん、安全の問題命の問題が軽視されてるのか、はい、これは日本の労働法労働組合運動にとって重大な汚点になりますねうん、あのただね連合という組織はまあ選挙の時は民進党の なんていうのかな組織票としてとても大きな位置を占めている団体ですよね。はい、これ、まあ、来年になったら衆議院選挙もあるんでしょうが民進党と連合のタッグをある意味こう何て言うんですかね、まあ、分断すると言いますかそういうものってないんですか結果的に。 それはね、<っ>民進党がまずどうするかですわね、<う>連合の方針に追随して、連合の票をまとめようということで、尻尾を振っていくのか、うん、だから、それじゃあだめだということで、今まで反対してきたんだから、<っ>これはあの賛成できないというて、連合の上の方と田本を分かってね、<う>でも頑張るのか、まず民進党が問われますわね、これ。 はあはあ、だけど、もうね、連合の組合は、うんあの、そう、縛りが効かなくなってますから、組合の心がね、組合から次第に離れてますからね、<っ>うん、さあ、民進党がどういう態度を取られるか、反対されるのか、これ、民進党が反対したのを。 与党が多数決で強行採決していくと、うんうん、連合の幹部に対する組合の不満はもっと大きくなるでしょうね。うもっと連合自身の統制が聞きにくくなるでしょうね。うだから墓穴を掘ってると思いますよ私はああ。連合としてはねああああ。じゃあ民進党も秋の臨時国会で。 この働き方改革の関連法案ど、どうしていくのか。そう。問われるわけですねそ。そう、民進党が問われるんで。はあ。まあ、そうしますと、小林さん。今、問題になってきている高度プロフェッショナル制度というのは。今は一部の人。だけが対象かもしれないけど。残業代ゼロ法案としては。これ、決して人事やないと。そうじゃないですよ。どこまでね、広がるか、まだわかる、わ、うん、かりませんけどね。はい。これは。 大会の突破口ですからねああ<ー>、あのそうトータルで賃金を抑える突破口なんですよはあ、突破口で小さな穴が開くかもしれないけどそのうちだんだん大きな穴になるかもしれんということですねなるほどあの問題点がいろいろ分かりましたどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました落語作家でお笑い集団商工房代表の小林康二さんに伺いました 報道するラジオ、えー、今日もですねニュースでお伝えしました通り九州の豪雨による被害の方々、えー、本当にあの懸命な復旧作業でもなかなかはかどっていない大変な状況になっていらっしゃるようです。また行方不明になっていらっしゃる方の捜索も続いております。JNN、JRN 共同災害募金では九州北部の被災者の方々を救援するために皆様からの 支援金を受け付けております詳しいことは m b s のホームページをご覧いただけますでしょうかぜひえそのご案内を見ていただければと思いますえ今日の報道するラジオはいつもとは違う時間帯にお送りする30分の短縮バージョンでございましたまあ、来週はいつものように夜8時から1時間でお送りしてまいります今日はですね高度プロフェッショナル制度の導入というもの の柱にしている労働基準法の改正案の話いたしました。連合が今までとはあの違う考え方になりました。まあ、一部条件付きではありますけども、認めると今までね。反対したはったのに、どういうこっちゃという話をしましたら、闇夜のカラスさんでリスナーの方は連合がこの法案を認める理由がわかりません。これ過労死の方が増えますよ。よ とくださいました南海ポークスさんは安倍政権の提唱している働き方改革これって明らかに大企業を優遇する政策なんちゃうかと思って不安や憤りを感じましたあるいはたぬきわんわんさんという方残業代ゼロ法案を容認するってどういうことなんだろう、えー、皆さんからいろいろなあの疑問のお声をいただいておりますやっぱり残業代残業代 ゼロ法案というこのネーミング忘れちゃいけないと思います水野あき子でした来週夜8時です